マキタの 10.8V バッテリーホルダーの改造を前々回のビデオで紹介しました。これは電源をバッテリー直結で取るものです。このようにしてケーブルを外に出しています。今回のビデオではこれに USB Type-C、パワーデリバリー、シガレットチャージャーを接続してノートパソコンの充電に使ってみます。バッテリー電圧が 8.4V 以下になるとバッテリーを壊す可能性がありますが、充電が止まりません。危険なためここで中断しました。そこでこの低電圧保護モジュールをつけることにしました。プラスマイナスに気をつけて入力と出力線を取り付けます。次に設定を行います。デフォルトでは停止電圧 10V、 開始電圧プラス2で 12V になっていました。実際に動くか電圧調整のできる電源で試してみます。10V 以下で止まりました。12V 以上で動きます。長押しで設定値が変更できます。停止電圧 9V に設定します。開始電圧はプラス 2.1 で 11.1V に設定しました。設定値が反映されたか確認です。9V 以下で止まりました。11.1V で動き出しました。電線は取れないようにハンダ付けしました。モジュールをシガーソケットに貼り付けます。基板がむき出しだと危ないのでプラ板で保護します。このプラ板はダイソーで買ったものです。
電池を取り付けて動作確認です。電圧などの設定値は電池を外してても記憶されてます。ここの部分は開けておいて設定値が変更できるようにしてます。これでヒューズによる過電流保護と低電圧保護の電源が完成です。これでまたノート PC を充電してみます。充電開始時の PC の電池残量は 70% 程度でした。こちらのノート PC の電池容量は 54Wh です。ウェイトレイ 3Ah の電池容量が 22Wh 程度なので満充電できる計算です。ほぼ満充電できたので電流値が減ってます。今充電が停止しました。漏れ電流もないようでいい感じです。こちらの電池も買い足しました。アッコパワーの 6Ah です。なぜか裏面の警告にはマキタ純正充電器以外は使うなと書いてあります。前のビデオで紹介した改造互換充電器で電池容量も測ってみました。ほぼウェイトレイ製と変わりません。他の電池も過放電で壊したか心配だったので再測定しました。放電直後に充電したため壊れてないようです。よろしかったらチャンネル登録お願いします。